いいニュースと悪いニュース。残念ながら皇帝はいなかったけど、ゲイリーは見つかったよ。マップはアノマリーの中に隠したんだって。地下墓地にね、発掘用のタワーを起動すれば行けるはずよ。あれか。マップの近くで起動できるです。OK。で勢いよく行ったのはいいけれど、放りつけ。ロックパッドだよ。これか。ライトついたね。他のも探そう。やっべ。さっきの気象が戻ってきたよ。あのガタガタ動く音苦手っす。強っ、一発で死ぬよ。行こう、ゲリー。あら、そうしましょう。墓地で合流しよう。あの骨、キモいっすね。夢に出てきたりしたら、最悪だ。いてぇ。どこやろ、あとスイッチ。めっちゃワンサか湧いてくるんだ。これ刺さっていったらいいか。この辺、この辺にあるはず。これか。空飛んどるぞ。もう一個ついたよ。エファリウスのマップ探知用マップは持ってないんだな。あともう一個っす。あともう一個。こっちってこれか。出口じゃないの？地下室の一つみたいです。あのシップ分かりづらいです。違うねこれ。えぐい。こっからさ、たまらないわ。武器レベル上げれるんじゃね？もうちょっとや。あー無理やった。あとどこやろう。どこだ。これマップあるじゃん。ゴールデンボルトもこの辺あるぞ。は無理だ。いつ戦おうかな。
ケー。めちゃ強いとかある？僕、無抵抗主義なのよ。大丈夫です、キッドたちが守るです。やっぱ降りなきゃダメかな、ね、おいしょ。じゃあ、いざ地下墓地へ行くか。いてえ、これちゃん、ゴールデンボルトの。ドアの端末がウイルスに感染してんの？ブリッジなら中の様子わかるかな。グリッジ頼んだぞ。何があったん？ああ、ブリッジ、ようやく私たちの住処にたどり着いたようね。それじゃあ皆さん、歓迎パーティーを開いて差し上げます。どういうで、今日すぎ。どこだ？どこにあれがあるんやろ。つながってるとこ探せば見つけるはずやねんけど。どこだい、どっから撃たれてんや。あれか、こういって、こういって、これを踏む。次元の穴が開いて感染し放題になったおかげでこうしてあなたに巡り会えたというわけよ、リッチ。何それ。あなたのおかげで進化できたの。あなたとバトルするたびにいろいろ学ばせてもらったわ。どこ行きゃええねん。迷子や。こうや。いけたいけた。迷子なる、マジで。オッケー。向こうの入り行き方を探さなあかん。こうか。これはこれか。
オーケー。ビリビリインフェクターとか使っちゃおう。ほんでラストやろ。OK。 またウイルス。あら、お気に召さなかった？何と言われようと、あんたをコテンパに苦労してやるんだ。これがマスターか。強がってるのかしら。無理しちゃダメね。ハードチョイ。これを押せば。アルアガキ来ても、ウニった時痛い目を見るだけよ。クイッチちゃんしくじらないし。うん？これか。これを押して。これを押す。自然の裂け目が広がり続ける限り、我らは広がり続ける。オーケー、やりました。マスターウイルスを撃破。クイッチちゃん勝利。ウヒヒヒ、阻止成功。マジで止めちゃったよ。昨日までただのファイル削除係だったあたしが。ファイル削除係やったん？そんじゃいざ地下墓地へ。これは使えるっすね。ナイスグリッチ。倒されんか。よし。あれってアノマリ？そうっすね。ここはなんだか広いね。あそこに行ければ私が中に入ってマップを探す。ねえゲイリー、道間違えてない？このどでかい洞窟の中、スナグルビーストの匂いがするよ。水路だもん。ドロドロの水路をたどれば地下墓地だわ。そのドロドロって、あー、まあそれはいいわ。ベトベトね。オッケー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 。Let's go。 これ頼むよ、あともう少し。ほらほら頼むよ、あともう少し。このまま通り抜ける。ごめん無理でした。ちょっときつい。よいしょ。よいしょ。やったっすよ。ほんのモンクさん。奴らの次元につながる側面を封印する。しっさびに任せて。めっちゃおる。本当、ウォンクたちを守んなきゃ。骸骨たちを本人材見なくて済むなら喜んで手伝うっす。
ちょい。せえ、食らった。久しぶりに使うエンフォーサー。するぞ旅人よ。アノマリーに向かうっすよ。行くね、みんな気ぃつけて。ナチャとクランク到着したよ。マップ見つけた。これから急いでマップをゲットしてくるっすよ。頼むよね、実行。大丈夫っす、私ならできるっす。ナチャとは緊張してる時に独り言を言う癖がうずったっすかね。はあ、とにかくゲイリーのアドバイス通り一歩ずつ考えるっす。まずはアノマリ、それからディメンジョナルマップっす。ほんでこれ何やっけ。これで重量アップっす。重量アップ。重量アップして、今回はなぜかとても緊張するっす。これで向きが変わる。次元が完全崩壊して全ての命が滅亡する寸前だからっすかね。むしろ緊張しない方がどうかしてるっすね。こっちにいたかね。しないとはいえ、次元について学ぶ手助けをしてくれたポシブルにお礼を言いたい気分っす。ありがとうっす。クランクたち。こうや。これが正解や。いやー長かった。これはむずかったな。難しくなるな。この知識やっと何かをつかめそうな気がするっす。あと少しで次元の直し方が分かりそうっす。ほんでこれ踏んだらそこが上がる。これを踏んだらディメンジョナルマップをアノマリーに隠すとは、そこが曲がる。天才っすね、ゲイリー。さすがっす。これ踏んだら、壊されへんな。
でもこのスフィアだけでどうしろっていうんかね。スピアゲット。なんかもうキューブ使ってもらって。このスピアでドスンと重くするっつ。これどうや。違う。これで壊れんのか。来た。皇帝に地面ジョナルマップを奪われたら、至る所で恐怖を撒き散らして全て乗っ取られてしまうっす。ほんで好好ぽいぽいぽい。来た。やられてる。でもこれ重くするスピア何に使った。あー全てを理解したぞ。こっちや。なるほどな。
けた。なんとかクリアし。やばいこれ。めっちゃむずい。まだある。いよいよこれが最後のパズルっす。これが終わったら何かがひらめきそうっす。これでパワーアップっす。最後ね。ラシェットがいたら落ち着いていこうって言われそうっすね。でもここまで来れた私ならば統計的に言っても成功する可能性ありっす。ほんでこれはもういいと。いや違うな。こういうことか。私は必ずやってみせるっす。ほんでよ、どうやって向こうに行くかよね。ここにスピード。フィードとリフトを組み合わせて。きた、正解。また戦うことになるっす。でも今度は不意打ちを食らったりしないっす。あそこに来れた。待てよ。これでここにヘビを置く。でリットを置いてパワーや。やりました。間違えた。免除なるマップも、もっ、希望が見えてきたっす。ラジェット、やったっす。お見事だが、渡さねば仲間が首だけトレンフォー行きになる。失敗せずとも、ザルドゥーム監獄で祝賀パーティーをゆっくり見物するがよいわ。ほら、ケンカ、急いで。逃げて。逃げる？あいつを止めるチャンスなんだよ。ごめんです。
雑。がいないといいけど、処理センターはこの先だったはず。みんな無事でいてね。はい、というわけでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。次回はね、ゾルドゥームの監獄のみんなを救出するって書いてあるんで、こちらやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った方は高評価、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。またね、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。